林道アレベルの選手はこれからも出てくるが、翔平レベルの選手はもう出てこないだろう。ドジャースの大谷翔平投手30は8日日本時間9日、本拠でのガーディアンズ戦に1番 DH で先発出場。第2打席で中前打を放ち、2022年に記録した年間160安打を更新する今季161安打。第3打席では2000ぶりの一発となる今季46号を放ち、2021年にマークした自己最多本塁打に並んだ。101打点として自己最多を更新した打点は、ブルワーズウィリー・アダメズ内野手29に並び、再びリーグトップタイに浮上した。チームも接戦を制して2連勝とし、ナ・リーグ西地区の優勝マジックをこの時点で14とした。試合後、報道陣の取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、大谷の右翼ポール際へ大飛球がビデオ検証となったことについて問われると、私からよく見えていた。フェアだった。チャレンジをしたのは賢明だったが、フェアでしたと自信たっぷりに答えた。また、史上初のヒフティヒフティを狙う大谷について、4646を達成したが、彼ほど遠くに強くボールを打てる選手は他にはいない。彼は全力で集中できている。これからヒフティヒフティを追いかけることになるが、彼が本拠地でそれをやってほしいと心から願っているとドジャースタジアムでの達成を期待していた。また、大谷が右翼ポールの上を超える450フィート約 137.1m の特大弾を放ったことには、この球場であそこまで飛ばした打者は見たことがない、と驚きの表情。さらに、無理に安打を打とうともせず、飛距離も飛ばそうとせず、正しいやり方という意味で、彼は本当にうまくやっていると思う。でも、私はファンとして、翔平ファンとして、野球ファンとして、見てみたい。これまでにない何かを見てみたい。彼が期待に応えられるのは、特別な人物、特別な頭脳の持ち主だから、本当にそう思う。そして、彼は試合に出たら、チームの勝利に貢献することだけに集中し、自分に何が期待されているかを把握し、球場に集まるファンの 50-75% が彼のプレーを期待していることも分かっている。理解すべきことがたくさんあると話した。また、ファンが期待する史上初のヒフティヒフティの記録について関心があると思う。彼は史上最高の野球選手になりたいと思っていると思う。それを実現する一つの方法は、誰も成し遂げていないことをすること。彼はすでにそれを成し遂げている。それと、私たちは丸い数字40や50なども好きだからねと話した。同僚のマンスイも指揮官と同様に驚愕。私はこのチームで2018年からメジャー契約を結んで長くプレーしているが、私の倍近くここにいる2008年メジャーデビューのカーショーでさえ、あの場所に打球が飛んでいくのを見たことがないと言っていた。ダグアウトからの眺めはとてもクールだった。素晴らしい眺めだった。リプレイ検証がなんであんなに長く時間がかかるのが不思議だった。もしかしたらビデオ検証の施設がある、ニューヨークの人々も私たちと同じくらい関心を寄せていたのかもしれない、と冗談交じりに話した。大谷は1対0の5回1走者なしで迎えた第3打席で、特大の一発を放った。ウワンバイビーの甘く入ったチェンジアップを捉えると手応えは十分。あとは右翼ポール際の内側か外側かだけの当たりだった。打球速度は 116.7 マイル約 187.8キロ、角度は34度、飛距離は450フィート約 137.1メートルで、右翼後方5階席に設置されたブルックリンドジャース時代の1955年のワールドシリーズ初制覇を記念する看板に直撃する特大の吉兆弾だった。大谷は本塁打を確信してダイヤモンドを一周。場内の大型スクリーンには4646の文字が映し出された。これで打点も101打点で自己最多を更新し、リーグトップのブルワーズアダメズに並んだ。盗塁は2日のダイヤモンドバックス戦で自己最多タイとなる1試合3盗塁を決めて46まで伸ばしており、こちらも年間50に盗塁ペース。前人未到の50本塁打&50盗塁へ、残り19試合で順調に数字を積み上げている。さて、MLB の伝説左腕、CC サバシアが大谷翔平の MVP 論争に一石を投じた。通算251勝、3093奪三振を誇るサバシアは、昔から大谷翔平推しとして知られている。米メディアのポッドキャスト内で、ナ・リーグ MVP 論争に触れた。
翔平に対して MVP が厳しいなんて声が聞こえてきて、本当に腹立たしいよ。なんでこんなにも素晴らしい選手が過小評価されなきゃいけないのか。確かにリンドーアはショートとしての守備が評価されてるし、オズナがもし三冠王を取ったら MVP 候補になるのもわかる。でも翔平はただの打撃だけじゃなく、投手としても一流の実績を持っているんだ。45本塁打、45盗塁って一体何回言えばいいんだ。この記録は今まで誰も成し遂げたことがない偉業なんだ。サッカーやバスケットボールと違って、野球は一人の選手の影響力が試合結果に大きく出るスポーツだ。翔平が試合に出るたびに、相手チームは彼の存在を恐れている。彼の一打で試合の流れが変わるし、投手としても圧倒的に抑える。どんなに守備が素晴らしい選手でも、いかに打撃での影響力が大事か理解してほしい。翔平が DH として守っていないからといって、その存在を軽視するのは全くの間違いだ。彼は仲間にとっても、ファンにとっても特別な存在だ。翔平が出ている時の観客の盛り上がりは、他の選手には到底真似できないものだ。彼が一打席に立つたびに期待感が高まるし、彼のプレーは野球界に新しい魅力をもたらしている。リンドーアやオズナのような選手たちが素晴らしいのは認める。守備機会が増えれば、それに対する評価も上がるだろう。しかし、翔平が投手であり打者であることを考えれば、その貢献度の割合は比較にならない。翔平は打撃と走塁で両方とも勝負できる圧倒的な力を持っているからこそ、 MVP としての権利がある。老舗メディアや評論家たちが守備優先の意見にこだわるあまり、翔平の偉業を無視するのは本当に許せない。リンドーアレベルの選手はこれからも出てくるが、翔平レベルの選手はもう出てこないだろう。さらに言えば、翔平が 50-50、 つまり50本塁打、50盗塁を達成したら、彼の MVP はもはや疑いようのないものだと思う。それどころか、満票で選ばれるべきだ。この偉業を達成すれば、彼の影響力がどれほど特別か、すべての野球ファンが認めることになるだろう。翔平が本当に歴史的な記録を打ち立てる瞬間が待ち遠しいし、その瞬間にはすべての疑念を一掃する力があるんだ。だから、私は言いたい。翔平はこのシーズンの MVP にこそふさわしい選手だ。過去にいなかったような選手で、彼の存在はすでに野球の未来を変えている。リンドーアやオズナにとどまらず、他の選手たちにも影響を与える力を持っている。翔平には期待しているし、これからのシーズンがますます楽しみだし、彼の偉業を見届けたい。 MVP 論争なんて根拠のない議論で終わらせて、翔平の傑出した成績に目を向けるべきだ。彼が MVP になるその瞬間を、私たち全員が待ち望んでいるんだから。大谷翔平、40号でも、殿堂入りの元本塁打王が MVP に猛反対。MLB はいつも言い訳。ドジャース、大谷翔平投手30が6日のガーディアンズ戦に1番、DH で先発出場し、45号ソロを含む4打数2安打1打点をマークした。6回一死から甘く入ったシンカーを強振すると、打球はドジャー、スタジアムから上がる大歓声の中、バックスクリーン左に飛び込んだ。46盗塁と合わせ、これで MLB 史上初の40号でも、大谷が打つたびに新たな歴史を刻み続けている。そして、過去の自分をも超えようとしている。盗塁数は46で、すでにエンゼルス時代の2021年にマークした自己最多の26盗塁を大幅に更新中。本塁打も同年に記録した46発まであと1本だ。しかもこの日のソロで伸ばした100打点も同年に並ぶキャリアハイ。さらに8回に放った右前打で今季160安打とし、こちらも22年の自己最多に並んだ。ドジャースは今季に11試合を残しており、あらゆる打撃面の最多記録を塗り替えそうだ。4-5-4-6となり、現実離れした 50-50 にも前進。ナリーグ MVP の最有力候補であることは疑いようもないが、元キングが真っ向から異を唱えている。06年に54発を放ち、ア・リーグの本塁打王に輝き、16年限りで引退したデビッド・オルティス氏48だ。22年に殿堂入りを果たしたオルティス氏は、
同じドミニカ共和国出身で MLB 記者のヘクター・ゴメス氏のインタビューで皮肉を交えながらこう語っている。MLB は僕が指名打者だから MVP を与えられなかった、といつも言い訳をしていた。今年、彼らがどうするのか見てみたいよ。それに大谷は MLB のお気に入りだ。今季の大谷は昨年9月に右肘を手術したことで、守備につかない DH だけで出場を続けている。MVP は攻守のトータルで評価されてきた歴史があり、DH だったオルティス氏も本塁打王になっても見送られた。その前例に倣えば、自分が弾かれたように大谷も除外されるべきというわけだが、このやり取りを報じた米メディアは、ビッグパピは MVP を獲得できなかった時と同じように扱われるべきと主張したとしつつ、ドジャース入団1年目にして、大谷は MLB 史上初となる50本塁打、50盗塁以上を達成する選手になろうとしているなどと伝えている。果たして、ナ・リーグの MVP 論争はどうなるのか、前人未到のヒフティヒフティ間近の大谷選手なのか、三冠王を取ればオズナか、守備の貢献度がやはり重要なのか、リンドアか、皆さんの感想をぜひお聞かせください。次回も他では得られない貴重な情報をお届けします。ご視聴ありがとうございました。